頭の回転が速い人ってかっこいいですよね。私も憧れちゃいます。でも頭の回転が速い人ってどんな人って聞かれると意外と答えられませんね。どんな特徴がある人が頭がいいと言えるんでしょうか。というわけで今回の動画ではこの本の作者が実際に会ってきた世界の頭がいい人の特徴を9つにまとめて紹介していきたいと思います。この中に当てはまる特徴があればあなたも頭のいい人かも。それでは見ていきましょう。その1、空気を読まない。空気を読んで周りに合わせるというのは日本人らしい考え方かもしれません。でも本当に頭のいい人は周りに合わせるのではなく周りが自分に合わせるように行動するんです。苦手な分野は他人に任せて自分は得意分野だけに集中する。そうすることでより大きな功績を上げることができます。これが本当の意味で頭のいい仕事の仕方なんですね。その2、あえて勝ちを譲る。能ある鷹は爪を隠すという言葉もある通り常に勝ち続けるのではなく時にはあえて負けてみせた方が嫌味なく能力をアピールできるかもしれません。この本ではじゃんけんでわざと負けられる人が紹介されていました。ある意味普通に勝つより難しいかもしれませんね。その3は決まった儀式を行うです。朝のルーティーンを繰り返していると考えなくても体が動くようになるように人間の脳は習慣を記憶する性質があります。勉強前に決まった儀式を行うことで意図的に集中した状態を作ることができる。これも頭のいい人がよくやるテクです。その4、ニコニコしながら主張する。相手を騙して利益を得たり論破して言うことを聞かせたりしても得するのは一瞬だけです。本当に頭のいい人は友好的な関係を保ったまま自分の意見を主張することができます。その後、自分と相手の得を考える。自分が得をする行動でも相手に損をさせない。もしくは相手が得をする行動の中で自分も利益を得る。いわゆるウィンウィンというやつですね。相手を喜ばせる行動が巡り巡って自分の得につながります。頭の回転が速い人はそこまで考えて行動しています。その6は、話し上手より聞き上手です。人は自分の話をよく聞いて肯定してくれる相手を信頼しやすくなります。カウンセラーもよく使っているテクですね。頭のいい人たちも意識的か無意識かはわかりませんが、当然活用しています。その7、欠点を受け止める。空気を読まないの時にも話しましたが、自分の苦手なものを理解しているのも頭のいい人の特徴です。例えば、自分は計算は得意だが文章を書くのは苦手だということを理解していれば、文章を書くのは他人に依頼して、自分は計算だけに集中することができます。自分を客観視して自分の欠点を受け止めることができれば、頭のいい人第一段階クリアです。その8、仕事が楽しそう。どうしても嫌な仕事をやらなくてはいけない時でも、頭のいい人は楽しそうにしています。苦手な事務作業をスピードを競うのに使ったり、プレゼンが苦手でも演説家になりきって乗り越えたり、苦手な仕事でも楽しめる考え方を身につけているんです。最後は、みんなを上手に褒められる、です。本当に頭のいい人は人脈を作る努力も怠りません。頭がいいから豊かな人脈を作れるのではありません。どんな人でも長所を見つけ、それを褒めることができる。人脈を作る努力を重ねていった人だけが本当に頭のいい人と呼ばれるのです。以上が頭のいい人の特徴です。皆さんはいくつ当てはまりましたか？ぜひコメントなどで教えてもらえると嬉しいです。最初に紹介するのは相手をたくさん褒めることでこちらの意見を聞いてもらいやすくするテクニックです。皆さんも知っての通り、ほとんどの仕事は多くの人と関わり合って成り立っています。でも仕事なので誰もやりたがらないことをお願いしないといけない時もありますよね。そういう時どうすれば相手に嫌がられずこちらの意見を受け入れてもらえるのでしょうか。そこで相手をよく褒めるんです。誰だって褒められると嬉しくなりますよね。私ももっと皆さんに褒めてほしいです。さておき、人間は話を聞いてくれる人、自分を受け入れてくれる人に気を許しやすいという性質を持っています。相手の話をよく聞き、相手の長所を見つけてそこを褒める。そうやって信頼関係を作っていけば、大変な仕事をお願いする時も受け入れてもらいやすくなります。次のテクニックは敵をうまく味方に変える方法です。仕事に関わる人が増えるほど、どうしても苦手なタイプの人とも一緒に働かなければいけなくなってしまいます。中には言うことを聞いてくれない人や真面目にやってくれない人なんかもいると思います。そんな敵たちとどうすればうまくやっていけるのか、その方法を敵のタイプ別に紹介します。1人目のパターンはルールを守れない人です。例えば遅刻癖があるとか、休憩室のルールを守らないとか、そんな人をうまく味方につけるにはどうすればいいでしょうか。そんな時はこれまた相手をよく褒めるというテクを使いましょう。ただ仲良くなるための褒め方とは少し違います。相手のいいとこをどんどん褒めて、相手の気分が良くなってきたところで相手の直してほしい点だけを伝えます。遅刻癖がある人なら、でも遅刻するとこだけはちょっとねーみたいな感じです。相手の性格を否定するのではなく、
相手の直してほしいポイントだけを指摘することで相手が意見を受け入れてくれやすくなります。次はサボり癖のある人の対処法です。やらなくちゃいけないことをサボったり手を抜いて仕事をしたりする人っていますよね。そういう人は仕事を監督する立場に任命してしまいましょう。自分がサボる人を叱る立場になるとどうしてもサボる自分を客観的に見つめないといけなくなります。すると自然とサボることが減っていくんです。認知的不協和と呼ばれる脳の働きを利用した科学的に根拠のある技なんだそうです。最後に嫌がらせをしてくる相手を味方に変える方法です。一番厄介なパターンですね。攻撃してきたり嫌がらせをしてくる相手にはあえてアドバイスを求めましょう。人間の脳は自分の行動を正当化しようとする性質を持っています。嫌がらせをするのも相手の悪い点を指摘してやってると自分の行動を正当化しているからです。ここであえてアドバイスを求めると自分を正当化した結果アドバイスが無駄にならないようにしたいという心理が働くようになります。するとあら不思議、嫌がらせをするモチベーションが下がりむしろ助けてくれるようになるんです。すごいテクですね。こちらが今回のまとめです。今回は人を動かすテクニックに絞って紹介しました。こういうテクがスッと使えるのが頭のいい人の特徴なんですね。私も真似してみようと思います。頭のいい人がやっている習慣をまとめるとこんな感じになります。順番に説明していきますね。まず一つ目は目標を明確にするです。何か大きな目標を立てたけど途中で挫折してしまったという経験をしたことはありませんか？ここで挫折せず目標達成できるようになるのが頭のいい人の第一歩です。目標を立てたはいいけど目標が大きすぎて途中の道筋がわからないなんてことになると人はモチベーションを維持できなくなってしまいます。そうならないように目標と目標までの道筋を明確にすることが大切です。例えばダイエットするとき痩せるという曖昧な目標だと長続きしません。そうなんですよ、途中で心が折れちゃって夜中にお菓子つまんじゃったり。そうならないよ、どれくらいの期間で何キロ痩せるということまで明確にしましょう。目標が決まったら次はチェックリストを作ります。目標が明確だと目標達成のためにやらなくちゃいけないことも自然と見えてきます。やるべきことが見えたらそれをリストアップしていきましょう。そしてリストアップしたことの中から毎日やるべきことをチェックリストにしてまとめます。ダイエットが目標だったら毎日体重を測る、毎朝10分ランニングするみたいな感じです。そしてここからが大事なのですが、やることリストと一緒にやらないことリストも作りましょう。挫折してしまう一番の理由はこのやらないことに意識や時間を取られてしまいやるべきことに集中できないからなんです。本当はやる必要のないことまでやっていたら24時間なんてあっという間に過ぎてしまいます。そうならないようやらないことを決めてやるべきことに集中できるようにしましょう。このチェックリストは後から作り直しても構いません。毎日無理なくこなせるものを維持していきましょう。チェックリストと同じくらいモチベーション維持に役立つ方法があります。それが自分の努力を記録しておくことです。どんな小さなことでもいいので目標を達成するために努力したことを毎日記録していきましょう。そうすることで後から見直したとき自分がどれだけ努力してきたのかが一目でわかるようになります。毎日努力を続けてきたという事実がモチベーションを維持してくれるんです。また記録があると1日でどれくらい進めたのか、目標まであとどれくらい努力すればいいかという分析がしやすくなります。努力を続ける意味でも目標を達成する意味でも役立つのでいいことづくめです。そして最後に説明する一番大事なことが常にポジティブでいることです。目標を達成できればそれが自信につながりますし、もし達成できなくても積み重ねた努力はなくなりません。目標を達成できたかどうかを抜きにして自分の努力を褒めてあげましょう。そうやって常に前向きでいることが次の目標にチャレンジすることにつながります。どうでしたか？頭のいい人がやっている習慣って実はこんなにシンプルなんです。日々の小さな努力の積み重ねで誰でも世界で通用する頭のいい人になれます。目標に向かっていつも前向きに努力できる人かっこいいですよ。今回はここまで。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。